カロリック説、カロリック説、カロリック説とは物体の温度変化をカロリック、熱素、熱素という物質の移動により説明する学説。日本では熱素説とも呼ばれる。物体の温度が変わるのは熱の出入りによるのであろうとする考えは古くからあったが熱の正体はわからなかった。18世紀初頭になってカロリック、熱素という目に見えず、 重さのない熱の流があり、これが流れ込んだ物体は温度が上がり、流れ出して減れば冷えるとするカロリック説が唱えられた。カロリックはあらゆる物質の隙間に染み渡り、温度の高い方から低い方に流れ、摩擦や打撃などの力が加わることによって押し出されるものとされた。この考えは多くの科学者によって支持され、19世紀初めまで信じられていた。 古代において、熱は光や火と同一視されていた。そして、その火の正体については、その当時から科学者や哲学者によって研究されてきた。エンペドクレスやアリストテレスは、火、空気、水、同四大元素とし、デモクリトスは、火の原子を考えた。このように、古代では、火は物質であるとする捉え方が多かった。17世紀に入ると、 熱の本質についての議論が盛んになっていった。当時の熱理論は大きく分けて熱は何らかの物質であるという熱物質説と現代と同じように熱の原因を運動によるものと捉える熱運動説に分けられる。フランシス・ベーコンは1620年の著書で熱運動説を唱えたためこの説の先駆け的な人物とされる。科学者としてはロバート・ボイルとその弟子。 ロバート・フックが熱運動説を唱えた。また、ガリレオ・ガリレイは、火の粒子を仮定し、この粒子が運動することによって熱が発生すると考えた。ピエール・ガッサンディア、クリスティアーン・ホイフェンスも、熱は、熱の粒子が激しく運動することによって発生すると考えた。熱運動説は、後に、アイザック・ニュートンの万有引力、及びそれとは逆の働きを持つ。 積力の考えを取り込みながら進展していくのだが、やがて徐々に下火になっていった。熱に関する現象のすべてを運動として扱うと、関数があまりに複雑になってしまい、その式を実際に検証する方法は当時では存在しなかったのである。これに対して、熱物質説は有力な説になっていった。ゲオルクエルンスト・シュタールは1697年、燃焼をフロギストン、 燃素という物質で説明するフロギストン説を唱えた。この説はシュタールの死後、支持者を増やしていった。燃焼の結果として熱も生じる。そのため、フロギストン説が広がることは熱物質説を後押しする結果となった。そのため、18世紀には熱物質説が主流になってきた。ヘルマン・ブールハーフェも著書で火の物質を論じた。 そして、熱は、火の物質が、通常の物質にぶつかり、その結果通常の物質が動くことによって起きると、考えた。ブールハーフェの理論は、当時の彼の名声も、相まって、科学者に強い影響を与えた。さらにジョセフ・ブラックは、熱物質説をもとに実験を行い、熱容量や、鮮熱の概念を生み出すことで、それまで、曖昧だった、熱と、温度を区別した。 アントワール・ラボアジエも、また、熱物質説を取った科学者であったが、フロギストン説には疑問を感じていた。彼は、金属を燃焼すると質量が増すという、実験結果などをもとに、当時まで信じられてきたフロギストン説を否定した。そして、物質の燃焼において、中心的な役割をするのは、物質に含まれるとされていたフロギストンではなく、空気中に含まれる酸素であると提唱した。 その一方で、ラボアジエは、酸素は、現在考えられているような酸素分子ではなく、酸素のもとと、火の物質からなるものであると考えていた。そしてこの、火の物質は、後に、カロリックと呼ばれた。ラボアジエの熱理論は1777年に、発表され、カロリック、フランス語、コロリックという語は1787年に、ギトンデュモルボとの共著。 科学命名法において初めて登場した。この理論は1789年の著書によって完成され、同書に掲載されている元素一覧でも酸素や水素などと並んで光素と熱素が記されている。ラボアジエはそれまで同一視されてきた光、火、熱を分離し、光は光素、火は酸素、そして熱は熱素によるものだと捉えたのである。 このカロリック説はラボアジエがその後功績を積み重ねていくにつれて多くの科学者に認められるようになった。ラボアジエは科学言論に先立つ1783年にラプラスとの共同研究で科学変化の前後で熱量をカロリック説の言葉で言うカロリックの量は保存するという法則を提唱した。これは熱量保存則と呼ばれる。この法則自体は カロリック説を前提とした理論ではなく、実際ラプラスは、当時熱運動説の支持者であった、後に熱物質説へと転向。しかし、結果的に、熱量保存則は、熱力学第一法則が確立されるまで、カロリック説に立脚する、熱学の基本法則とされるようになった。こうして基礎が形作られたカロリック説は、その後、ゲイ,イコールリュサックや、 ジョン・ドルトンによる気体の熱的研究によって進められていくのだが、はじめは熱容量などの扱いをめぐって2杯に分かれた。一つは物質に含まれるカロリックの量は、その物質の熱容量に比例するという考えである。例えば、物体が固体から液体になる時には熱容量、比熱が大きくなるため、物質が含むことのできるカロリックの量が多くなり、物体は 周囲からカロリックを吸収する。こうした熱容量の変化は気体の膨張や圧縮の際にも起こり、気体が圧縮された時は熱容量が減少するため、物質が含むことのできるカロリックの量も少なくなり、余ったカロリックが熱として周囲に放出される。この現象は水を含んだスポンジを圧縮すると、スポンジから水が溢れ出す現象に例えられる。 この説はもともとブラックの弟子のウィリアム・アービンによって生み出されたもので、後にアデア・クロフォードが発展させた。カロリック説登場後はドルトン、クレマン、デゾルムなどがこの説を支持した以下、杉山に習ってこの説をアービン流と呼ぶ。もう一つの考えは、カロリックには温度の変化を引き起こすものと引き起こさないものの2種類あるというものである。 温度の変化を引き起こさないカロリックは物体に束縛されている。これを鮮熱と呼ぶ。物体が固体から液体に変わるときは、物体が受け取った熱の一部が鮮熱となったと解釈できる。この説ははじめブラックによって考えられ、後にラボアジエ、ゲイ,イコールリュサック、ラプラスによって進展した。同様に、これをラプラス流と呼ぶ。1806年。 ゲイ,イコールリュサックは、機体の比熱を求めるための実験を行った。二つの容器をつなぎ、真ん中に弁をつけ、片方の容器に機体を入れる。もう片方の容器は真空にする。そして弁を開けると、機体が真空の容器に流れ込む。この時の両方の容器の温度変化を求める。結果、弁を開けた直後、機体の入っていた容器の温度は若干下がり、 真空だった容器の温度は、それと同じだけ上がり、その後は、やがてどちらの容器も実験前の温度に戻った。また、容器の初めの温度変化は、機体が入っていた容器の実験前の圧力が、高いほど大きかった。k イコール・ l ュサックは、この結果から、アービン流の熱理論の欠陥を指摘した。アービン流では、機体が膨張するときは、比熱が増加し、 周囲からカロリックを取り込む。つまり、機体の密度が下がると比熱は増加することになるので、真空だと比熱は最大になる。しかし実験では、初めの圧力が小さい、つまり、容器内の密度が小さい場合は、温度変化は小さくなる。温度の変化が、比熱に比例するならば、真空での比熱は、最小、つまりゼロにならなければならない。よって、ゲイコールデュサックは、 空気で満たされた空間よりも真空の空間の方が多くの熱素を含むと信じる人の見解はまるで根拠がないと述べたが一方でこの結果の解釈がいかに誤りやすいものであるかを自覚しているのでこれらの結論をごく控えめに提示しているに過ぎないとも知るし積極的な批判は控えた。なお現在の観点から考えればこの結果は アービン流のみならず、ゲイイコールルサックの指示していたラプラス流のカロリック説をも否定するものであった。というのも、ラプラス流によれば、気体が膨張するとき、カロリックの一部が鮮烈となり、温度としては現れなくなるのだから、実験の前後で全体の温度は下がらなければならないからでや。しかしこの点は、当時見過ごされ、そしてこの実験自体も、後に、 マイヤーが取り上げるまで忘れ去られていった。ベンジャミン・トンプソン、ランフォードは1778年から始めていた火薬の研究中に大砲の中に弾丸を入れずに火薬を発射させると弾丸を入れた時よりも方針が厚くなることに気づいた。ランフォードはここから弾丸を入れない時には本来弾丸を発射させるのに使われる火薬の作用が 方針の金属粒子を動かすのに使われたため、その結果余分に熱が発生していると推測し、熱の運動説へと傾いていった。ランフォードが本格的にカロリック説を否定するようになったのは、大砲の方針を削る工程で大量の熱が発生しているのを見たことがきっかけだった。百九十六年及び百九十七年、同じ工程を水中で行ったところ、 水が沸騰するほどの熱が発生した。また、この工程で生じた金属の削りカスの比熱を測定したところ、それは実験前の値と変わりなかった。この結果からランフォードは、熱の本質がカロリックならば、熱が生み出された分だけ削られた金属のカロリックが少なくなっているはずなので、比熱は変化していなければならないはずだと論じた。さらに、 この実験で生み出される熱は無人像と言えるほどの量なので、これが熱的に外部と遮断された実験装置の中から現れ出たとは考えられいと結論付け、熱の物質説を否定し、熱は運動と考える以外にないとの判断を示した。ハンフリー・デイビーはこのランフォードの意見に賛同し、自らも1799年2個の氷を 摩擦すると熱が発生して溶解するという実験を行った。ランフォードは1804年に書かれた手紙で、私はカロリック説とフロギストン説とが同じ墓場に埋葬されるのを見る満足を得るまで生きられると信ずると記した。しかし実際にはランフォードの支持者はデイビーの他にはトマス・ヤングラ少数にとどまり、カロリック説はランフォードの死。 1814年以後も生き延びた。この当時、断熱圧縮の際に熱が発生することはすでに知られていて、研究も進められていたため、カロリック説の指示者は、ランフォードの実験についても、この研究を当てはめる形で説明しようとした。例えばドルトンは、熱が発生したのは方針を削り取る作業で金属が圧縮され、熱容量が下がったためだと反論した。ラプラス流の論者も、 金属内に鮮熱として隠れていたカロリックが現れたために熱が発生したと主張した。熱の本質がカロリックであるならば、温度はカロリックの量を基準とした温度メモリで表すことができるという考えがドリクヤクロフォードによって生まれた。この理論によれば、温度はカロリックの量に比例し、比熱は温度によらず一定の値で表すことができる。1801年。 ドルトンは、機体の膨張率は、同じ温度であれば、機体の種類によらず一定の値を取ることを、実験により、明らかにした。また、ラプラスとゲイイコール・ルサックも共同で、ドルトンとは独立に同じことを見出した。一方で、液体や固体の場合は、膨張率は物体によって異なる。機体と液体、固体の振る舞いが異なる理由について、 ドルトンとケイコールルサックはどちらも、機体の場合は、分子の形や、分子間の引力などの影響を受けにくく、その分熱の力が際立って見えるからだろうと、推定した。このことからドルトンは、本来のカロリックの量を測るためには、従来の水銀温度計とは異なる指標が必要だと、考えた。ドルトンが指示していたアービン流のカロリック説によれば、温度が上昇し物体が膨張すると、 熱容量が大きくなる。すなわち、低温の時に比べて、温度を一度上げるのに必要な熱の量は多くなる。ドルトンは1827年に出された著書、科学哲学の新体系において、この点を考慮に入れた新しい温度メモリを発表した。ピエール・ルイ・リュロンとアレクシ・テレーズ・プティも、カロリックの量を基準とした温度メモリを作ることができるという立場に立ち、水銀。 銅、白金、ガラスといった物質で、摂氏0度から摂氏100度までの比熱と、摂氏0度から摂氏300度までの比熱を測定した。その結果、比熱は温度を上げると増加し、そしてその増加の割合は物質によってまちまちで、あるとが確かめられた。カロリックの量を基準とした温度メモリを作るには、比熱が一定になるようにメモリをつければよいが、その比熱の上がり方が、 物質によって異なるため、このような温度メモリを作ることはできないことが明らかになった。フランス学シーンは1812年、カロリック説の中のアーヴィン流とラプラス流の対立を解決すべく、機体の比熱に関しての検証論文を募集した。そしてそれに採用されたドラール・ウ氏ッシュとベラールの共同論文によって決着した。アーヴィン流では、発熱反応では、 反応前の熱容量よりも反応後の熱容量の方が小さくならなければならないが、ドラローシュとベラールの実験では、それとは逆の結果が得られたのである。よって、以降は、ラプラス流のカロリック説が主流となった。ラプラスは、1823年の著書、天体力学において、と記し、この前提のもとに、実際の測定結果に合うよう、 カロリック説の理論を作り上げていった。また同じ時期に、ポアソンも断熱変化の研究から、ポアソンの法則を導き出すなど、ラプラスと同様に解析的熱量学を発展させた。1824年、ニコラ・レオナール・サディ・カルノーは、火の動力を表し、カロリック説をもとにカルノーサイクルを提示した。そして、熱の動力は、それを取り出すために使われる。 作業物質に貼らない。その量は、熱素が最終的に移行し合う二つの物体の温度だけで決まる。という、カルノーの定理を発見した。これらの理論の多くは、カロリック説が否定された現在でも有効である。ラプラス、ポアソン、カルノーの研究が、カロリック説における、熱学の到達点であった。 カロリック説を前提とした熱現象の理論構築が進められていく一方で、18世紀の終わり頃から熱放射に関する研究が盛んになっていた。熱の伝わり方としては、電動、対流、放射の三つがあるが、熱放射は熱電動や対流とは異なり、離れた二転換に直接熱が伝わる。この現象に関しては、カロリックが 物体から直接放射されることによって熱が伝わっているとする説と物体の間にあるカロリックが振動することで伝わっているという二つの考え方があり、その中でも前者が多くの指示を得ていた。一方でこの熱放射に関しては古くから光との類似性が指摘されていた。そして1800年、ウィリアム・ハーシェルは太陽光をプリズムで分け、 波長ごとの熱作用の力を調べる実験を行った。その結果、青色の波長から赤色の波長へと近づくごとに熱は強くなり、さらに赤色の波長を超えたあたりに熱は最大になること、赤外線が確かめられた。この実験により放射熱と光の類似性は確かなものとなった。ハーシェルの実験に着目したのがトマス・ヤングだった。ヤングは、 ハーシェルの実験と同じ年に光の波動説を唱えた。さらにヤングは熱に関するランフォードの研究に賛同し、熱は摩擦によって無から生み出されるのだから物質ではないとした。そして熱は光や音と同じように粒子の振動によって伝わってゆくものだと論じた。当時、光についてはこの波動説とニュートン、ラボアジエからの流れを組み、 ラプラスらによっても支持された粒子説が対立していたが、1820年代には波動説が優勢となり、1830年頃にはその優位は決定的なものになっていた。そしてそれに伴って熱波動説も支持されるようになってきた。ゲイイコールルサックも1820年の講義で熱の原因はカロリック説と波動説があることに触れたが、 波動説はまだすべての熱的現象を説明できていないため、自身としては、旧来のカロリック説を維持すると述べた。一方でカルノは、火の動力執筆後間もなくに書かれたノートで、カロリック説を否定し、熱運動説へと傾いていた。またジョゼフ・フーリエは、1822年に、著書、熱の解析的理論にて、熱伝導方程式などを導いたが、そこでは、 熱の本質を断定せず、どちらの説でも成り立つように理論を構成した。熱とは物質が振動することによって波動として伝わっていくものだとする熱の波動説の指示者に対して説明が求められたのは、熱を伝える物質のない真空中でも熱が伝わるという事実だった。この事実は、熱は通常の物質とは異なるものだとする。 カロリック説に有利なものだとされていた。熱波動説の指示者は、真空中にはエーテルが存在していて、それが振動によって伝わると説明した。やがて熱波動説が受け入れられていくと、カロリック説の指示者の中には、このエーテルの概念をカロリックに当てはめることもあった。すなわち、熱はカロリックが振動することで伝わるとする考えで、ある。このように、 カロリック説の支持者の中でもカロリックの定義は大きく分かれるようになっていった。そのような中でも説の支持者の間で見解が統一されていたのがカロリックの存在及びその量が保存するという熱量保存則であった。1843年、ユリウス・ロベルト・フォンマイヤーは運動のエネルギーが熱にあるいは逆に熱が運動のエネルギーに変わり得ることを明らかにした。 ジェームズ・プレスコット・ジュールは実験をもとに熱の仕事等量を算出した。またヘルマン・フォン・ヘルム・ホルツも熱と仕事の透過性について論じた。こうした業績により熱力学第一法則、エネルギー保存の法則が確立されると、この法則が熱量保存則では説明できない事象も含む広い範囲で成立することが明らかになり、 熱量保存則に立脚していたカロリック説はその意味を失った。その後、熱が分子の運動であることが分かり、熱力学の台頭と共に消滅した。カロリックの性質は時代や当時の科学者によって見解が異なる。ラボアジエラによれば基本的には以下の性質を持つ。カロリック説が信じられていた当時は様々な熱的現象がこの説をもとに、 説明されていた。物体に熱を加えると膨張する。これは物体内のカロリックの量が増え、その積力により物体を押し広げたからだと説明できる。固体に熱を加えるとやがて液体、気体になる。これも熱膨張と同様にカロリックの増加で説明できる。ラボアジエによると物体の状態は粒子同士をつなぎ止める力、引力と 引き離す力、積力の力の関係性で決まる。そして、積力に当たるものが熱、すなわちカロリックである。固体は引力の方が勝っているのでその形状を保っている。熱が加わる、すなわちカロリックが増えると、カロリックの性質である反発力により、物体の積力が増し、物体は液体となる。さらにカロリックが増えると積力は完全に引力を上回り、 物体は気体となって拡散する。同体積の水と水銀を共通の熱源から等しい距離に置き、同時に温めると水銀の方が温度が早く上昇した。これはジョージ・マーチンが1739年に行った実験である。また、ファーレンハイトは温度の異なる水と水銀を混合させると混合した時の温度は両者の中間ではなく、 それよりも水に近い温度になるという結果を出している。すなわち、水銀は水よりも温まりやすいことになる。この事実は当時の熱運動説では説明できないものであった。なぜなら、熱が粒子の運動であるならば、密度の高い水銀の方が動かさなければならない、粒子の数は多く、それだけ温まりにくくなるはずだからである。カロリック説ではこの問題は、 水と水銀ではカロリックを引き付ける力の大きさが異なるためだと説明できる。ブラックはファーレンハイトの実験からさらに研究を進め、比熱や熱容量の概念を作り上げた。気体の入った容器の体積を外から熱が加わらないように急激に増加させると容器内の気体の温度が下がる。これは現在では容器内の気体の熱エネルギーが 容器を押し広げるための運動エネルギーに変換されたと説明でき、熱運動説の根拠の一つと考えることもできる。しかし、この現象はカロリック説でも説明が可能である。ドルトンは温度が下がったのは、気体の熱容量が大きくなり、周囲の熱を奪ったためだと説明した、この時点ではドルトンは、アービン流の熱理論論者だった。ただし、この理論では、 体積が増す、すなわち容器の密度が下がるにつれて熱容量は大きくなり真空が最大の熱を持つということになる。このことは一見理解しがたいが気体に熱を加えると膨張して密度が下がるという事実を踏まえれば当時は納得できるものでもあった。ラプラス流でもこの現象は千熱の概念で説明できる。膨張すると容器内の熱、カロリックは 戦熱となり、知覚されなくなるのである。断熱変化の現象自体は、ボイルによって1662年に発見されたが、その後の研究は、クレグホン、ブラックの教え子、ドルトン、ラプラスなど、カロリック説の支持者によって行われた。そして1820年代までは、現在とは逆に、断熱変化は、カロリック説の強力な証拠だと考えられていた。 カロリック説はそれ以前からの熱物質説の流れを組むものであり、それに対する説としては、熱運動説があった。そして現在では、熱は運動であるとされており、カロリック説は否定されている。にもかかわらず、カロリック説が18世紀に広く受け入れられた理由には、それが実験的なデータをもとに、理論的に構築されていたことにある。また、カロリック説は、 当時様々な熱現象を説明できていた。そのため、ランフォードらの実験で、カロリック説に不利な結論が出ても、今までの説を即座に捨て去ることはできなかった。一方その当時の熱運動説は、定量的な理論を作り上げることができていなかった。また熱運動説は、摩擦による発熱はよく説明できたが、それ以外の熱現象については、カロリック説と比べると説明に難があった。 現在のように熱運動説が広まるためには熱運動説による定量的な理論、すなわちエネルギー保存則の誕生を待たなければならなかったのである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。